田口隆介、田口隆介、田口隆介、1979年4月15日タイ、は、日本の男性プロレースラー、宮城県岩沼市出身、血液型大型、新日本プロレス所属、宮城県仙台第一高等学校東海大学、卒業。宮城県仙台第一高等学校サッカー部、東海大学レスリング部の出身、3月、 新日本プロレスのスカウト部長になる前の木村健吾に、スカウトを受け、9月の入門テストに合格し、新日本に入寮。11月22日、高楽園ホールにいて、矢野2を相手にプロレスデビュー。その後、前座前線で活躍し、かなり早い段階で頭角を表す。また、ドロップキックの空中姿勢に定評があったことから、ドロップックマスターという異名を付与された。 ジュニアヘビー級戦線で活動し、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア以下、ボスに初出場。ヤングライオン杯、ヤングライオントーコントーナメントを制覇する。2月、メキシコ CMLL へ、海外遠征に出発、同団体で、元全日本プロレスの奥村茂雄と津波、デルオリエンテ、津波デルオリエンテを結成する。10月、緑のオーバーマスクを被り外一戦帰国した。 長期メキシコ遠征帰国後から勝利後にリング上で自身のテーマ曲であるマスター・オブ・ドラ・オープ・キックに乗りながらタグダンスと呼ばれる踊りを披露するようになった。初公開となったのは2006年1月28日、甲楽園ホールにいてファンキー仕様の髪型を初披露した田口がタイガー・マスクと組、後藤博大・博ロ田中・ミノ組と戦った試合で田口が後藤から ピンフォール勝ちを収めた試合後に、多少中途半端ながら披露された、その直後に小馬鹿にした態度で、田中ミノルに真似されていた。2月19日、エルサムライトのタッグで、ミノル後藤組の保持するイーワグップジュニアタッグ王座に挑戦して、この試合で勝利を収める王座の第16代王者組に輝いた。3月、 L サムライが新日本ジュニアの底上げを図るべく立ち上げた養成施設サムライジムの門下生第1号として入門。死であるサムライからスパーリングを通じてテクニックを伝授された E1 グップジュニアヘビー級王座を保持するミノールに挑戦を表明。田中ミノルからはベルトとサムライジムの看板をかけたダブルタイトルマッチだと挑発され、 4月13日に、イーワグップジュニア王座に初挑戦。最後は、ヒートクラッチに敗れ看板も奪われたものの、ロス開幕戦で、ミノルから勝利を収め、さらに予選を1位通過するといった実績を残し、ミノルに再挑戦を要求。7月6日、ミノルと再戦して最後はドドンで勝利を収め、自らの敗北によって奪われた、サムライジムの看板を取り返すとともにイーワグップ ジュニア王座初退官を果たした。3月、ニュージャパンカップに初出場。01マックス、現、01との対抗戦も経験した。2009年1月、モーターシティマシンガンズ、アレックス・シェリークリス・セービングミの手に渡り、他団体流出を許してしまった。E1 グーーップジュニアタック王座を奪還すべく、プリンス・デビットとタックチーム、アパロ55を結成。 二度の挑戦を経て、ジュニアタック王者となり、同年の G1 タグリーグでは、ヘビー級選手に混じって出場し、ジュニアタックチームでありながら、準優勝を果たす、好成績を残した。その中でもゴールデンラバーズ、イーブシュ・コーターンドケニー・オーメガ組とは、幾度となく好勝負を展開。2010年10月11日のディストラクション12手、 行われた両チームのタイトルマッチは、ジュニアタッグとしては、史上初となる、プロレス大賞、年間最高試合賞を受賞する快挙を成し遂げた。2011年1月22日に、マスカラドラダから、勝利を収めて、CMLL 世界ウェルター級王座を獲得。2012年6月10日のボスでは、ローキーから勝利を収めて初優勝を果たすなど、 シングルプレイヤーとしての実力の片鱗を見せつけた。ジュニアタック戦線においては、アパロ55として常にトップを張り続け、同タックとして合計4度にわたって E1 グップジュニアタック王者となり、通算13度の防衛を果たすなどマルチに活躍してきた4月7日のインベージョンアタックのジュニアタック王者戦後、デビットに背後から襲撃され、一方的に アパル55解散を突きつけられ、パートナーから一転して、対立関係へと発展した。さらに6月のボス公式戦で腰を負傷し、第三腰椎神経ネ引き抜き損傷の疑いと、診断され長期欠場に追い込まれた。1月5日、久々に、公の場に姿を見せた田口は、リングに上がり復帰を発表した。自身を裏切り、バレットクラブを結成して、 ヒールターンを果たしたデビットを標的として見据えることを宣言した。復帰以降、田口は宣言通り、デビットとの交想に明け暮れ、インベージョンアタック2014でデビットと決着戦と、名打たれたシングルマッチで対戦。戦前の予想に反して、クリーンファイトで挑んできたデビットに、最後はドドン、ジエンドを決めて勝利。試合後に他を分かったデビットと握手を交わして、 和解したが、翌日になってデビットは新日本を退団した。これに対して、田口は、もし次に、目の前に現れたら、それは、僕とデビットの第二章となると語り、一連の構想に、終止符を打った。9月21日、ディストラクションにテクシダを破り、約7年ぶりにイーワグップジュニアヘビー王座に、退官した。この試合前に、自分に、ベルトがあったら、 もっとふざけられる権利を手に入れると発言っていた田口は、実際の試合後のコメントで、オーマイアンドガーファンクルといった謎のフレーズを連呼、第69代王者に体感したことから自身を、69チャンピオンと称するなど自由本な発言を、連発した。その後のコメントでも、田口は下ネタを連想させる発言を繰り返すようになり、異質なキャラクターを確立させていった。1月4日、 レッスルキングダムにて、バレットクラブ入りしたかつての公的主ケニー・オメガに、敗れて、イーワン・ップ・ジュニア王座陥落、防衛回数2回。同月に、NJPW ・プレゼンツ・ CMLL ・フォントスタ・カマニア2014では、ツタン・カーメンのマスク、コスチューム姿で試合を行った。1月4日、レッスルキングダムの、大霊試合1分時間サーバトルロイヤルに出場後、 同日の e w a r g ジュニア王座戦では挑戦者のクシダのセコンドとしてバックトゥザフューチャーの毒の姿でクシダに一度負けた後再び王者に返り咲いたケニーのセコンドについていたヤングバックスを蹴散らして、クシダの勝利に貢献。1月5日、東京、甲楽園ホールで行われたニューイヤーダーシにて中西学部、棚橋博士とのタッグでロスインゴベルナブレスで発本。 リッチの武士、エビル、サナダグミが持つネバー無差別級6人、タッグ王座に挑戦し、勝利を収め、第10代王者に退官。これを機に、田口を監督としたユニット、田口ジャパンを結成し、活動を開始する。後に同じく、リッチとベルト争いをしたドラゴンリー、マイケル・エルワンらとも共闘した。だが、2月11日の大阪。 大阪府立単育区会館で行われた、ザニュービギニングに大阪にて、リッチ、武士、エビル、サナダ組に敗れ、ネバー無差別級6人、タック王座から陥落した。同大会の E ワグップジュニアヘビー級王座戦で、王者であるリッチの高橋宏夢が、ドラゴン D に勝利したことを受け、宏夢に挑戦を表明した。田口はコメントで、宏夢、博い,いや高橋宏夢、すごい試合、感動したよ。 こんなに精止をかけて戦う姿に興奮して、自然と足がリングに向かったよ。すげえ精止かけたな。こんなに精止かけて、俺、戦えるかなって思ったけどさ、まだまだ精止かけて戦ってないなって思ったわけ。もっともっと精止かけて戦いたいなと思ったわけ。このベルトと精止をかけて試合してくれと挑発した。また、返事を聞かせてほしいんだわ。5.75で、 ヒロムに求めると場内は爆笑の渦に、困惑したヒロムが、ベルトで殴りかかると巧みにかわして、左足に、オーマイアンドガーアンクルを決めた。3月6日、東京、大田区総合体育館で行われた、旗揚げ記念日興業にてヒロムの持つイーワグップ、ジュニアヘビー級王座に挑戦するが、前線するも敗れ体感とはならなかった。4月4日、東京、 放楽園ホールで行われた、ロード2桜ジェネシス2017にて、リコシェ、棚橋とのタッグで、ネバー無差別96人、タッグ王座をかけて、リッチ、武士、エビル、サナダグミりリマッチして勝利し、第12代王者となった。5月3日、福岡、福岡国際センターで行われた、レスリングドンタク2017にて、リッチ、武士、エビル、 サナダ組とネバー無差別級6人、タッグ王座をかけて戦うが、防衛に失敗した。8月13日、東京、両国国技館で行われた G1 クライマックス27にて、リコシェとのタッグで、マット・ジャクソンニック・ジャクソン組の持つ e ワグップジュニアタッグ王座に挑戦。試合は、リコシェのシューティングスタープレスにより15分13秒で勝利し、 第53代王者となるが試合後のインタビュー中、鈴木軍の大地のディーバである、安倍美穂が現れ、田口ジャパン入会を希望することに、誓いのキスをすると見せかけた後に、田口が目を閉じた瞬間、田口は安倍に平手打ちを食らわせた。その後、田口は、大地と金丸義信の,の襲撃を受けた。三人が去った後、甲骨の表情を浮かべた田口は壁に寄りかかって、 まだまだ踏みつけられ、足りないんだよ。もっと踏みつけてもらいたいから、挑戦させてやるよ、とコメントした。以来、安倍美穂に心底嫌われ、次の広島でのタイトルマッチを欠場にまで追い込んだ。12月17日、東京、高楽園ホールで行われた、ロード2、東京ドーム2017にて JRA とのコラボ企画として、マスクドホースなる覆面レスラーが出場。 六本木 3K のメンバーと対戦した。入場前に流された会場 VTR では、騎手、田口隆介と表記された上、田口のテーマ曲をそのまま使用して入場。試合序盤には、キャプテンニュージャパンの真似を行ったり、試合終盤になると尻を使うムーブを多用するなどした。翌18日の後楽園、ホール大会にもマスクドホースが引き続き出場し、 鈴木軍のメンバーと対戦。この日は、試合開始早々に、大地からマスクを剥がれそうになり、紐が緩んだ状態のまま技の攻防を行った、表紙に、マスクが外れ、あっさりと正体が露見した。試合終盤には、田口の技をそのまま使用し、自分でマスクを脱ぐ通している。死と仰ぐ侍と同じく日本のジュニアヘビー級の中では、比較的長身のため、その身長や、 長い手足を利した攻撃を得意とする。独特の技名が付けられているのも特徴で、審議開発に余念がない選手とされているが、短期間のうちに使用されなくなることも多い。また、技ではないが、かつて、長谷博氏も得意としていた両手を首の後ろで組んで腰をグラインドするパフォーマンを決めポーズとして使用していた。同票、名、道しるべ明。 1979年代は、田口が扮するキャラクターである。カードゲーム、キング・オブ・プロレスリングの、ゼネラル・マネージャー。演歌歌手とされている。当初はあくまでもプロレスラー田口隆介とは、別人という扱いとされていたが、後に、自身の口から同一人物であることを明らかにした。キャラクターのプロフィール上では、本名不明。 青年月日不明の36歳、2015年、現在。出身地が不明ながら、現住所は愛知県名古屋市とされている。性格はピュアだが、ファッションが派手で、73分けの髪型に、緑のスパンコールジャケット、白のパンツスーツに、緑の星型メガネをかけた風貌をしている。3歳の頃から西島三郎ロなる、架空の演歌歌手の歌を聴いて育ち、 16歳の頃に西島に弟子入りを志願し、西島ファミリーの一員となる。2015年現在は名古屋に住居を構える西島ファミリーの寮に暮らしがら、20年も下積み生活を送っているとされている。2015年9月17日、幕張メッセで行われた東京ゲームショー2015にて初登場し、台本にない展開に MC や関係者が困惑して、 当の本人もキャラ設定の定まらない状態だったが、以後、動画共有サイトで、GM 就任会見動画がアップされたほか、キング・オブ・プロレスリングの CM やイベントに、出演している。12月24日には、聖なる夜の道しるべと題されたコンサートも模様さだ。2016年6月15日、都内のキングレコードスタジオ内にて、CD デビューを発表したのと同時に、正体が、 田口隆介であることをカミングアウトした。7月27日、キングレコードから道しるべ、作詞、同票、名、作曲、北村洋之助でデビューした。2016年からジェプエワールドで、2017年からヌレアベマ TV 格闘技にて、同票名の人情酒場を開始、MC を務める。2012年9月21日、テレビ朝日、 イケメンレスラー棚橋博士の苦悩救助攻撃を喰らい続ける僕の丸玉は大丈夫なのか会にゲスト出演。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。